それが地上を上圧し、今度はそれが陸の方へ風で吹いて上がってくるんですよ。分かりますか？はい、福島のみならず、福島の沿岸は北から南に向かって親潮が流れていますから、千葉県や他の県も危ない。お集まりになられている仲間の皆さん、こんばんは。今日は国会図書館の方までマイクは通っていますので、フィジカルディスタンスを取って、今から来られる方は参議院会館の方、少し空いているそうなので空いているところに入って今日の行動ご参加ご協力よろしくお願いします。それでは命と暮らしと雇用営業を守れ衆参補欠再選挙勝利改憲手続き法強行許すな 4.19 国会議員会館前行動を始めたいと思います。本日の司会を務めさせていただきます、救助を壊すな実行委員会の菱山奈穂子です。よろしくお願いします。それではまず最初に主催者挨拶を行います。主催者挨拶は選委員会より藤本さんお願いします。皆さんこんばんは。選委員会の藤本です。札幌、長野、広島で衆参の補欠選挙が行われています。立憲野党統一の候補が前線しています。衆議院総選挙の年、この補選を勝利で乗り切って総選挙での野党勝利、政権交代へとつなげていかなくてはならないと思います。安倍政権から菅政権へ、今の政治の荒廃を私たちの手で何とかしなくては、そのことが将来の日本社会、今を生きる私たちの責任ではないでしょうか。私たちは今もう一度戦後という言葉を改めて考えてみてはどうでしょう。敗戦後の日本で連合国軍総司令部 GHQ が日本の民主化のために五大改革指令というのを出しました。ファシズムで染まった戦争への批判を許さなかった日本社会の民主化に必要だった5つの要件だと思います。女性への参政権付与、女性の解放が行われました。しかし75年を経て今どうなっているんでしょうか。世界フォーラムが発表した今年のジェンダーギャップ指数は156カ国中120位です。家父長制度の家父長制の家制度や、そういうものを未だに称賛する政治家がいる。選択制夫婦別姓も宙に浮きました。女性蔑視の発言が絶えない。私たちは今まで一体何をしてきたのでしょうか。治安維持法や治安警察法、特高警察なども廃止されました。これらの法律でどれだけの人々が人権を抑圧され、逮捕され、殺されたか、歴史を繰り返してはなりません。しかし共謀罪法やデジタル監視法や秘密保護法などによって、今や私たちの人権の破壊の危機が来ているのではないでしょうか。自由に物も言えない、政府官を許さない、そんな時代が目の前にあります。これは大げさなことではありません。ミャンマーで、ロシアで、中国で、世界がそのように動いている今、日本だけが例外ではないのです。ふと気がついた、あっと思ったら世の中が変わっていた。日本の歴史が
そのことを教えているのではないでしょうか。財閥解体と農地解放、そして労働組合結成の奨励がありました。労働者の権利は、働く者の労働条件は改善されてきましたか。非正規雇用や長時間労働を生むこの間の働き方改革、外国人実習生制度などの奴隷制ともいえる外国人労働者の働き方、そして G7 の国々で唯一賃金の上がらない日本、購買力平価換算で見ると日本の賃金は G7 で最下位、米国の 59%、 ドイツの 72%、 イタリアの 82% しかもらっていない。しかし企業の内部留保は475兆円に上っている。475兆円の内部留保は私たちが働いたお金ではないですか。ついこの間まで1億総中流、中流などと浮かれていた、あれは何だったのか。今や本当に暮らしにくい国になってきています。4月13日福島第一原発から出される放射性物質を多量に含む汚染水、海洋に放出することを閣議決定しました。漁業に従事する人々との約束を保護にし、福島県の多くの市町村の反対決議を無視して、市民社会の声を聞かず、国際社会の批判のものともせず、この国の政治はどうなっているのか。福島第一原発における廃炉作業が困難を極めている、そのことは十分に承知していますが、政府が今やらなければならないことは他にあるのではないでしょうか。それは何でしょうか。それは福島県民にきちんと謝ること、そして事故の責任が国と東電にあるということをきちんと認めること、そして脱原発の方針を閣議決定してくださいよ。すべてが違っている。多くのボタンをかけ違えてきたこの国は自公政権の下でもう壊れかけているんだ。今こそ私たちの怒りの声をしっかりと届けて政治を変えようではありませんか。総選挙での立憲野党勝利に全力を尽くそうではありませんか。そのことを申し上げて開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではお忙しい中、国会議員の皆さんが駆けつけてくださいました。到着順でご紹介させていただきます。まず最初に社民党党首福島みずほさんです。どうも皆さん、こんにちは、こんばんはですかね。国会前に集まられたお一人お一人の皆さんに心から連帯のご挨拶を差し上げます。社民党党首参議院議員福島みずほです。皆さん、大阪府知事が緊急事態宣言出すように要請をしました。緊急事態宣言2週間でやめて解除をし、そしてその後マンボウ、まん延防止特別措置、そしてその後東京や大阪でまた緊急事態宣言が出されようとしています。どうですか。尾身さんが第4波だと言っても、菅総理それをまだ認めていません。菅内閣のやっていること、安倍内閣、菅内閣、このコロナ対策どうでしょうか。あまりにゴテゴテ、あまりにケチケチ、あまりにトンチンカン、あまりに尻滅裂ではないでしょうか。アベノマスク500億円かけたんですよ。トンチンカンじゃないですか。 GoTo キャンペーン1兆数千億円、尻滅裂じゃないですか。コロナを抑えたいのか抑えたくないのか、尻滅裂の政策をやっています。それは安倍政権、菅政権が人の命と暮らしを守ることが政治なのだという自覚なくして政治をやっているからではないでしょうか。
だから政治を変えたい、そう思います。たくさんの人たちに生きたいけれども生きられない、死にたくないけど死んでしまう、そんな人たちをたくさん見てきました。地面の底が抜けるような生活をする、まさにその状況にある人たちにたくさん会ってきました。今政治は本当に腐っています。皆さん、こんな政治を変えていこうではありませんか。今国会に出ている法案、入管法改悪法案、送還忌避罪という新たな犯罪を作り、難民認定やっていても追い返す、そんなひどい法案が国会で出ています。野党は対案として入管法の改正法案、そして難民保護法案も出しています。こちらこそ通すべきではないでしょうか。デジタル庁関連法案、まさに個人情報が守れません。総理大臣をトップにデジタル独裁、デジタル監視社会を作る、こんなデジタル庁関連法案、賛成しないで葬り去っていこうではありませんか。そして重要土地規制法案、米軍基地、自衛隊基地、原発も入ると言われています。周辺1キロとも言われる、2キロとも言われる、スカスカの法律ですから、今度青少年に委ねられます。そこはなんと監視されるんですよ。住所、氏名やいろんなものを出さなくちゃいけない。最後は青少年でどうなるでしょうか。思想信条や職業やいろんな言葉で書けと言われるんじゃないでしょうか。まさに戦前の地帯要塞地帯法や、まさに軍事機密法につながるような、まさに基地、米軍基地、原発の周りの人々が監視される。沖縄だったら米軍基地がたくさんある、周りの人たちをまさに監視する、こんな重要土地規制法は賛成するわけにいかないじゃないですか。どうですか。そして憲法改正のための国民投票法は微調整して、そして成立させようとしています。いつでもいつでもいつでも政府与党が改憲発議したければ改憲発議できるような、こんな憲法改正のための国民投票法は今国会でどんなことがあっても成立させないために力を合わせていこうではありませんか。窓口で75歳以上2倍の負担、200万以上だったら2割負担、こんなのおかしいですよ。そして医療法の改悪法は公立病院、公的病院統廃合再編進める、おかしいですよ。このコロナ禍の中でなんで病床削減するところに税金出すんですか。どっちなんだ。これ以上これ以上国民の生活を壊すな、これ以上これ以上人の命を傷つけるな。皆さん、政治を変えましょう。今まさに広島であの参議院の再選挙です。再選挙、無効になった選挙の再選挙です。そして長野、そして北海道、勝ちたいです、勝ちたいです。まさに菅政権の終わりの始まりをみんなの力で作っていきましょう。頑張ります。ありがとうございます。藤島みそほさん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、沖縄の風、参議院議員の高良哲美さんです。皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました沖縄の風の高良哲美でございます。もう一人代表が伊波洋一さんがおりますけれども、今日はちょっと所要でですね、明日の準備をしております。私の方で代わって、代表としても大使館皆さんでも幹事長でございますけれども、お話をしたいと思います。今日ですね、お集まりいただいて、この命と暮らし、そして雇用と営業を守る、この集会にもお集まりいただいたですね、方々、本当に主権者として、これから力を発揮しなければいけません。頑張りましょう。そして、命と暮らしは、どちらもライフでございます。非常に大事な私たちにとって、この命、これを私、思い浮かべると、沖縄で1968年に B52 が墜落しました。そして、その翌年は毒ガスが漏れました。これは大変だと。命がなくなるということで、命を守る県民
会議というのができました。これを思いますと本当に平和憲法というのがいかに重要かということが分かります。今のコロナ禍において憲法が言っている恐怖と絶望から免れる、そして平和のうちに生存する権利というのは、恐怖というのは今私たちの生活がどのように維持できるのか、そしてみんなの雇用が守れるのか、こういった恐れがあります、不安があります。そして絶望というのはまさに今の経済状態、そして貧困の状態、子どもの貧困とも言われます、家庭の貧困もあります。そういった状況に今置かれて平和ではないと、日本はそういう中で戦争の問題も今日米首脳会談の中でいきますと中国との関係、そこは沖縄の命運基地というのはまさにそのターゲットになるということで、沖縄では今福島と同じように命を守る県民会議がないといけない、そういう形になっています。先ほど、福島議員も言われましたけども、沖縄の地域本当に米軍基地に囲まれて、もう個人の情報はもちろんのこと、いろいろな活動が制限をされてくる、こういう社会になっている。私たちはそのためにも立憲野党で大きく固まって主権者の力を示さないといけません。もう来週近々です。いろいろ私たちが考えるところを大きく示すためにもこの選挙を勝ち抜けないといけない、そういうことでございます。そして何といっても安保法制がこの19日行動の中心でした。沖縄の尖閣の話が先週の、国際経済外交調査会というのを私よくしてますけれども、その中で出たのは尖閣防衛の話なんです。なぜそういう話ばっかりするのか、そのためには自衛隊が出てくるわ、海上保安庁はもちろんのこと、いろんな形の日本の圧力のかけ方の話が出てきました。避けるためにはやはりどうするのかという議論をずっとやらなきゃいけない。沖縄にとってのこの尖閣というのは、日中当時の沖縄の琉球から尖閣、そして中国に行ってまいりました。で、中国からすると沖縄を訪問するときの目印です。しかしそれは2回しかありませんでした。それ以外に沖縄は数百年沖縄の側から中国に行って戻ってくる留学生やいろんなものを積んできた貿易の船が尖閣を見ると、あ、沖縄だということで戻ってくる目印だったわけです。そういったその目印がなぜ戦争のきっかけになるような今取り扱いを受けるのか、それ非常に大きな問題です。私たちこの戦争、再び戦争の参加が起こらないように政府の行為によってです。この政府の行為によって今起ころうとしている、その前段階まで来ている、その時に止めなきゃいけないのは誰なのか。戦争の参加が起こらないように、ここに主権が国民に損することを宣言するわけです。確認していくわけです。ぜひとも皆さん、このためにも来たる選挙でですね、もうしっかりと3つとも広島、長野、北海道、私たちの力できちんとやってまいりましょう。皆さん本当に期待してます。頑張りましょう。ありがとうございます。坂田哲美さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、日本共産党衆議院議員の藤野康文さんです。お願いします。皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員の藤野康文です。私からも参加されている皆さん、そしてネットでご覧いただいている皆さんに心からの敬意と感謝を申し上げ、年代のご挨拶をさせていただきます。今お話ありましたけれども、新型コロナの第4波、大変深刻な状況になっております。今こそ検査の抜本的な拡充、そして医療機関などへの人的、物的、経済的な支援、そして自粛や時短営業に伴う生きていける、潰れないで済む規模に応じた経済的保障、これをやっていくことが感染拡大防止していく上でも決定的じゃないでしょうか。ところが
今の政府はこれに真正面から向き合おうとしておりません。まさに後手後手、小出し、本当にあべこべの政治が行われていると思います。そしてこの点で触れなければならないと思うのは、オリンピック・パラリンピックに今の政権が固執しているということです。4月13日の世論調査でも7割の国民が今回はもう中止再延期すべきだ、こういう声を上げている。世界からもアメリカのニューヨークタイムズやイギリスのタイムズ、ガーディアンでもう今回は中止延期すべきだ、こういう声が上がっております。東京の医師会長の方も無観客でも難しいと言い、厚労省のアドバイザリーの教授もこの夏は無理だと声を上げています。何より先日15日自民党の二階幹事長が辞めるときはスパッと辞める、こういう発言しました。与党のトップがここまで言わざるを得ないというところに今の重大な局面があると思います。今政府がやるべきことは、開催国の政府として思考停止ではなく再検討を関係者に呼びかけていくことじゃないでしょうか。そのことをしっかり求めていきたいと思います。そしてもう一つ、今の国会で大問題になっているのは、国民にはコロナで自粛を呼びかけ外食するなど言っておきながら、自分たちは銀座で外食するとか、あるいは高額の接待を繰り返す、こういう政治のモラルの低下です。もう前の政権から森かけ桜、日本学術会議、何も解決しておりません。今の自民党政権、自公政権ではこうした問題解決することができないことはもう明らかです。来たるべき選挙で政権交代で海を出し切っていく、政治の大掃除をやっていこうではありませんか。そのためにも先ほど来お話ありますが、今参院補選、北海道、今日大高さんもいらっしゃってますが、北海道、そして長野、そして広島で行われております。市民と野党の共闘をさらに強化して、この3つの補選必ず勝利しようではありませんか。そして来たるべき総選挙で政権交代を行って、私たちの願いを直接実現できる新しい政治をご一緒に作っていく、そのために私たち日本共産党も全力尽くす決意申し上げまして年内のご挨拶といたします。共に頑張りましょう。西野さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、立憲民主党衆議院議員の大阪誠二さんです。お願いします。皆さん、どうもご苦労様でございます。立憲民主党で代表特命補佐を務めております衆議院議員大阪誠二でございます。私からまず冒頭に皆さんにお礼を申し上げたいと思います。それは今広島、長野、北海道、衆議院の補選、参議院の補選、そして再選挙、これが行われておりますけれども、私は今立憲民主党の北海道の代表を務めております。その責任者として、この立憲野党の皆さんのさまざまな力によって、この3地域での選挙、本当にいい戦いが進められている、そう認識をしております。何としてもこの3つの選挙、3つとも勝ち取る、そういう思いで皆さん戦おうじゃありませんか。それで特にお願いしたい、それが広島であります。今日の報道にもある通り、広島は非常に僅差の戦いになっております。これを何としても勝ち抜く、そのために残された期間、今日ここにお集まりの皆さん、広島にご友人、知人、知り合いがいるならば、ぜひとも我々の勝利に向けてお声掛けをいただきたい、そのことをまず冒頭お願いさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて皆さん、2012年の12月以降、私たちの国の政治、一体どうなったでしょうか。私はもう本当に日本の国が先進国だなんて信じられません。それはなぜか、公文書の改ざん、廃棄、捏造、隠蔽、
これが当たり前のように行われる国になってしまいました。これは民主的な国だと言えるのか、全くそうじゃない状況になっているんじゃないですか皆さん。そして行政の私物化が進む、国会で不都合なことがあれば全く真正面から答弁をしない、しまいには総理は100回以上も事実に基づかない答弁をする。さらにこの状況が今は官僚の皆さんにまで広がっています。先日総務省の接待疑惑、あるいは菅総理の息子さんがおかしな接待をして自分の会社に有利な取り計らいをさせたのではないか、こういう問題を予算委員会で繰り返し質問しました。そうするとあれほど優秀だと言われる官僚がつい少し前のこと、記憶にない記憶にない記憶にない、こんなことを繰り返す国に日本はなってしまったのであります。こんな状況の中で民主的な判断なんてできるはずもない、これを何とかして打破をしていく、これが私たちに今求められていることだと思います。ぜひここにお集まりの皆さんの力を合わせてこの異常な状況を打破してまいろうじゃありませんか。そしてこの状況の中で特定秘密保護法、共謀罪、安保法制、国民の皆さんが望まない法律がどん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 可決をされてきました。特に安保法制についてはこれは違憲である、そういうものであるにもかかわらず強行突破をしてしまったわけであります。そしてさらに今回菅総理アメリカに行って何をしたか、防衛力の強化、これをアメリカの大統領に強い意志で表明をしてきているわけです。なぜアメリカで表明するんだ、何のためにそんなことをするんだ、集団的自衛権行使容認とセットで考えれば菅総理がこれからやろうとしていることは一体何なんだ、皆さん想像がつきますよね。でも私たちが望んでいる国はこういう国ですか。そうじゃない、憲法9条に掲げた精神はそうではないはずであります。私たちは力に頼らない、そういう新しい国の在り方、これを76年前に選択したんじゃないですか。どうして国民の総意も聞かずにこんなことを勝手にやるのか、ぜひこの状況を変えていこうじゃありませんか。そのためには今回の3つの選挙もそうですし、この秋までに必ずある衆議院の総選挙、これで皆さんの力を合わせて何としても勝ち抜く、その誓いをここでみんなでさせていただいて、私大阪政治のお訴えとさせていただきます。ありがとうございます。大阪さんどうもありがとうございました。戦う立憲野党の皆さんに連帯の気持ちを込めて拍手をお送りください。共に頑張りましょう。ありがとうございました。それでは毎度毎度のことで申し訳ないんですけれども、オレンジのスカーフをしたスタッフが、乾杯袋を持って回ります。選挙もありますし必ず総選挙もあります。世論の私たちの市民の力で世論を変えていくことがとても大事です。人が集まることもそうなんですけれども、こう集会を運営していくためにも資金が必要です。乾杯袋が回りますので、よろしくお願いします。それでは市民の発言に移りたいと思います。まず最初にデジタル情報問題で、法律家6団体から大江京子弁護士お願いします。はい、皆様こんばんは。デジタル環境法案に反対する法律家ネットワークの弁護士の大江です。ご苦労様です。衆議院では本当にわずかな審議時間でデジタル監視法案、ご法案が通ってしまい、また、総務委員会にかかっていました標準化法も
衆議院で通過してしまいました。これだけ国の在り方あるいは憲法で保障されている個人の尊厳、個人の情報の保護、そして地方自治、民主的な基盤、統治の仕方、すべてに関わる重要な法案がたった27時間の審議で通ってしまう。国会の軽視以外何者でもないと思います。参議院に今審議が移っています。ぜひ国民の疑問や不安に答える十分な審議をしていただくことを、国民の一人として、市民の一人として国会議員の皆様にお願いしたいと思います。何度も繰り返して訴えさせていただいておりますが、今回のデジタル監視法案の最大の問題は個人のプライバシー権の保障、個人情報の保護が全く考慮されていないことです。デジタル化を進めるためには何よりもまず個人情報の保護が徹底されなければいけない、これが前提のはずです。個人情報の保護をおざなりにしたまま、あるいは後退させて、そしてデジタル化を進める、その先に一体何があるんでしょうか。監視国家、そして私たちの大事な私的領域の情報を民間の企業に金儲けのために簡単に売り出していく、そういう社会になってしまう。今そういう法案が参議院で審議されています。皆様、個人情報の保護、個人情報プライバシーというのは民主制の基礎です。自分たちの大事な情報、自分の私的領域のことが丸裸にされて全て監視されている中で言いたいことも言えなくなる、それによって民主的な基盤が切り崩される、国家あるいはそれに結びつく警察が市民を監視する社会に日本をしていいんでしょうか。監視するのは市民であって国家ではない。国家によって監視される、そのような社会に民主主義はありません。個人情報の保護、これは個人の尊厳を守るために、そして民主性を守るために絶対に必要です。利便性だ、あるいは世界的な経済的な競争力だと、そういう経済的なことによって私たちの個人の尊厳を売り渡してはいけない。そのために私たちの貴重な情報をデジタル庁が一元管理して、それを簡単に第三者提供、目的外使用できるような、そういう法律を作らせてはいけない。皆さん、なかなか便利なデジタル化の中でこれに反対する人たちは変な人たちって思われているかもしれませんが、そうではありません。便利さを本当に市民が享受するためにも、個人情報を守るためにこのデジタル監視法案に対して厳しい批判の目を送り、そして頑張っている野党の皆さんを応援しましょう。ありがとうございます。最後まで頑張りましょう。大江さん、どうもありがとうございました。ただいま立憲民主党の衆議院議員の猪木道義さんがお越しになっていますので紹介させていただきます。皆さん頑張りましょう。補選も勝ちましょう。それでは沖縄の課題からブルーアクションなどのお知らせを、青木初子さんお願いします。はいさーい、ご登場のチャリー反対から皆さん、沖縄で今何が起こってるか関心を寄せていただきたくて、ここでアピールをしたいと思います。菅総理がアメリカに行っていたこと、日本はこれから軍事力を強化すると、アメリカと共に軍事力を強化して何をするのか、今
沖縄の与那国に行って、あの基地防衛省がアピールをして、スタンドプレーをやりましたね。何のために行くんだお前。私はそう言いたいです。今沖縄の離島は宮古やれない与那国軍事要塞化されています。嘘ついて大学校が禁止されています。沖縄島の辺野古、皆さんご承知の通り違法に建設が強行されている実態があります。日本政府は都合によって法律の解釈を変えて沖縄に基地を押し付けています。そして今新たな懸念箇所に出ます。重要土地規制法案です。基地の周りの 1km の範囲において国家が監視をする。そしてそれには事前協議制も含めて罰則規定がある。皆さん沖縄にどれだけの基地があると思っていますか。米軍基地が33、自衛隊基地が50、海上保安庁が8つ、これだけの基地が沖縄にあって 1km の範囲が監視されるという法律ができたら、沖縄の人たちはどうして安全に暮らすことができるでしょうか。内心の自由にまで踏み込んで私たち一人一人が監視されます。そんな中で暮らさなくちゃいけない、うちの人の思いを皆さん共有してください。そして今コロナ対策を運んでいますが、皆さん米軍はどういうふうにコロナ対策されているか知ってますか。日本の基地に降り立った米軍は何の日本政府のコロナ対策の要求も満たさずに平洋を越えて沖縄の街中を歩いています。私たちは沖縄はコロナの恐怖、PFOS の恐怖、自衛隊の嘘によって PFOS が流されても嘘をついて安全です。水で流さないでいいです。そんなふうなことがまかり通っています。沖縄に自由と人権と民主主義がありますか。皆さん、私たちの憲法はすべからく国民一人一人に保障されなくてなりません。沖縄に人権と民主主義がありますか。皆さん、皆さんがこの日本で日本の民主主義によって沖縄に基地が置かれています。日本の民主主義によって基地が置かれているんですよ。皆さん、国会の多数で国産服が進められています。皆さん、私たちの足元から民主主義、人権、命、その戦いを起こさなくてはいけません。そしてもう一つ、玉城デニー知事が不条理をやります。設計変更申請、辺野古の新基地建設の90mの軟弱地盤を管理を工事するための設計変更です。それに玉城デニー知事が不条理を言います。皆さん、不承認したら基地は建設を止めなくちゃいけません。皆さん、何としても基地建設を止めるために、私たちは皆さんと共に運動を進めていきます。不承認のあった翌日、判定前で集会をやります。それから約1週間、それぞれでアピール行動しながら、そしてこのブローの大いに身をつけて沖縄の玉城デニー知事と共に辺野古の基地を許さない、その意思表示をやってください。そしてもう一つ、1週間後に判定前でまた集会をやります。皆さん、私たちと共に何としても基地を止める。これ以上沖縄の人権を犯してはなりません。そして今ここに横断幕がありますが、皆さん、遺骨の入った基地を、遺骨を掘り出すんじゃなくて遺骨の空いた土をまた戦争に使おう、そんな理不尽なことを許してはなりません。この国はどういう国だ。戦争で殺して、これをまた基
一日かを戦いか、自由と民権、自由と民主主義、そのためにアメリカと共に戦おう、お前言うたきりかと、私はこの日本政府のあり方に本当に本当にいかに心痛です。皆さん、沖縄の辺野古地道建設止めるために私たちと共に戦ってください。それを伝えてアピールに変えます。ありがとうございました。頑張ろう。青木さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、入管報道問題からジャーナリストの芝礼さん、お願いします。どうも皆さん、こんばんは。ジャーナリストの芝礼でございます。今ですね、菅政権が、入管法の改悪案、改正案じゃないですね、改悪案を国会に提出して審議が始まっております。これは端的に言って史上最悪の改悪案です。どうぞ。国連の人権の専門家たちからも非難暴行です。何が問題かと言いますと、まずですね、日本に紛争地から命からがら逃げてきた難民の方々、この人たちをですね、難民申請者を強制送還できるようにすると。しかも強制送還を拒めば刑事罰を加える、犯罪にするというふうにしてるんですよね。で、この難民申請者の強制送還というのは国際法に明確に違反します。そしてですね、日本今ですね、例えばミャンマーから多くの人々が日本に逃げてきてらっしゃる、日本で生活してらっしゃる、そういった人たちがこの法案が通ってしまったら送り返されるかもしれない、そしたら自分たちは殺されるかもしれない、本当に怯えてらっしゃいます。そもそもですね、日本の難民認定率というのはですね、非常に低くて、ここ10年 0.5% を上回ったことはありません。先進国の中でも桁違いに、文字通り桁違いに少ないんですよね。トランプ政権のアメリカにも少ないと、どんだけ難民鎖国なんだというような状況です。そしてですね、さらに入管庁がお前らは難民じゃないというような風にしてしまった人たち、なんと入管庁の収容施設に強制収容されてしまうんです。これがなんと無期限に収容される。だから2年以上の長期収容も当たり前、中には7年中に入っていらっしゃる人もいます。先月名古屋入管でスリランカ人女性が、30代のスリランカ人女性が亡くなるという痛ましい事件がありました。体重が20キロ減って、吐血を繰り返す、血を吐くことを繰り返して、泣きながら病院に連れてってくださいって言っていたこのスリランカ人女性、入管は最後の最後まで入院させませんでした。血も涙もない、本当にひどい状況です。この収容施設からこの非収容者を出すか出さないか、これは入管のさじ加減です。例えば裁判所だとか第三者機関の速やかなチェック機能、そういったものが働いておりません。これについては国連の特別報告者たち連名で国際法違反だと批判しています。このような国際法違反、度重なる国連からの批判を無視して、昨日今日じゃありませんよ、10年間ぐらいずっと繰り返し批判されてるわけですよ、国連の各人権の委員会から。そういった国際法を無視した入管法改悪は許せません。絶対許してはいけません。そして国際法を無視する法務大臣って何なんですか。上川陽子法務大臣、あなたは今すぐ辞任するべきです。こんなどうしようもない法務大臣を2度も法務大臣している自民党政権、政権担当能力ありません。菅首相も一緒にやめてください。この入管法に関しては、先ほど
福島みずほ議員がおっしゃってましたけども、野党がですね、立憲野党が対案を出しています。こちらは本当に素晴らしい内容、国際水準を上回るような非常に国産社会に自慢できるような法案です。こちらの方をアピールしていきましょう。そして口先だけじゃなくて、でオリンピックの時だけじゃなくて、本当の意味での共生社会、誰も差別されず、誰も人間として、みんなが人間として生き生きと暮らせる社会、そういうものを私たちは目指すべきかと思います。どうもありがとうございました。千葉さん、どうもありがとうございました。それでは最後の市民からの発言となります。選挙も近づいております。市民連合の中野浩一さんです。お願いします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました、上智大学の中野浩一です。今日は実は久しぶりに国会前に参加しています。もうほとんど毎日家にいて、オンラインの授業までやっているので、もうなんか、まあ、つまんないんですけど、まあ、ただやむを得ない状況なので、体がもうあちこち痛い、固まっちゃってて、私も立派な中年なので、あの気持ちは若かったんですけれども、最近本当に、足腰が痛い、いろいろあるんですが、今日久しぶりに表に出て、こんなに大勢の皆さんが毎月、まあ、毎月だけじゃないですよね、19日に限らず集まってくださって声を上げてくれてたこと、改めて本当に感謝の思いでいっぱいです。で、まあオンラインなんですけれども、今学期日本政治の授業やってます。でもこれ20年以上日本政治の授業をやってるんですが、本当に難しい。なんで難しいかって言ったら、一つは歴史の問題について教えなきゃいけない度合いがどんどん増えていってるんですよ。昔はそこまで慰安婦問題だったりとか、あるいは沖縄のことだったりとか、教えるっていうことがそんなに必要もなかったっていうところもあった、まあ、現代政治の授業なのでそういうところがあったんですが、今まさに問題になっていることが、歴史的な背景のあることがあまりにも多すぎて、そしてあまりにもデマというか改ざんした歴史とは異なる何かが流布してしまうようになっているので、それをとにかく、まあ、直さなきゃいけないっていうようなことがあって、随分苦労しています。でその中で、まあ、本当に難しいのは、8年半も間もなく自民党政権がついている状態になります。大学生の子たちはこれしか知らないんですよ。だからまあこうお見受けしたところ、二十歳ぐらいの方はあんまりいないですよね。いないかな、ほとんど。まあ気持ちは二十歳だって今あのいろんな方がアピールされてますけれども、あのなんでかって言ったら、それは怒りどころがわからないんですよ、本当に。で皆さんは要はあの私もそうですけど、経験が長いから、まあ、年があれだから、自民党もここまでひどくなかったぞっていう時代も含めて知ってるわけですよね。あと民主党政権そこまでひどくなかったぞ、いやだいぶマシだったところもあったんだけどとか、まあ、そういうことも知ってるわけですよね。であるいは野党のこととかももっと知ってるわけじゃないですか。ところがそんな私たちでも、まあ、今もそうですけれども NHK つけてたりとか、あるいは新聞見てると、あれ自分がおかしいのかなって思っちゃうわけですよね。なんか違う現実がどっかにあるような感じになっている。だから若い子たちなんか本当にそういう意味ではわからないんですよ。でこれもう若い人たちだけじゃなくて、8年半もこれが続いてて、メディアももう完全に歪んじゃってますから、なんか菅さんがバイデンと会って何してきたかって言ったら、ジョーとヨシと呼び合ったみたいな、その話になってて、だから台湾っていう会にヨシって呼ばせてもらったみたいな、なんか本当にちょっとまずいですよね、レベルが。ところがもうそんな感じになっちゃってるっていうことになってますから、怒りどころがわからないんですよね。なのでやっぱりこの状況がおかしいって分かってる皆さんが声を上げてくださっていて、それこそ2015年の安保法制に対する戦いもやっぱりここから始まってると思うんですよ。声を上げてる方がいて、おかしいなと思ってる人が、いや自分がおかしいんじゃなくて、やっぱ怒っていいところなんだここ、そういう場があって、それを皆さんがずっと作ってくれている、
今年またこれを大きなうねりにつなげることができるか、でもちろん2015年とは違うと思うんです。何が違ってくるかって言ったら、それはもう野党共闘の蓄積もありますよね。そしてもちろんコロナの問題もあります。だけど多くの人たちが世論調査を見てても分かるように、なんか 40% ぐらいで止まっちゃってて、支持率がこれよりもっと下がらないのおかしいなと思いますよね。でも多分多くの人がこの道しかないっていう呪いの言葉を安倍晋三さんが言い出してから、それにハマっちゃってる人たちがやっぱりかなり増えてきちゃったと思う。で中には怒ることに疲れちゃった人もいると思うんですよ。まあ、正直皆さんも疲れてると思うんですけど、安倍も疲れてます。だけどやっぱりここで政治を変えることができるかっていうのが大きな勝負に今年なってるんだと思うんです。で市民連合から2つお願いがあります。1つは立憲野党の皆さんに対して、総選挙を視野に入れて、いよいよ私たち有権者に向けて新しい政治を作る選択肢を提示してくださいと、そういう趣旨のネット署名を始めています。市民連合のホームページに、行っていただくと、一番最初の方にオレンジ色の、まあ、ボタンがあります。でそれをクリックしていただければ、 change.org って、まあ、いろいろ署名やってますよね。そこから署名ができます。そういった形でやっぱり立憲野党の皆さんにこれまでの蓄積を形にして、どういう選択肢があるのか、絶望することに慣れてしまった人たちに対して選択肢を見せてほしい、それを私たちの方からもう一回押し上げていきたいというふうに思うんです。もう一つは当然のことながら今行われている補欠選挙です。特に広島、いろんな方が触れてますけれども、実は基礎票では立憲野党は圧倒的な劣勢です。自公の方がはるかにあります、前回の参議院選挙と比べると。しかし報道によって立憲野党の候補宮口さんがやや先行しているというふうにも伝えられています。つまり可能性が十分にあるんです。これを私たちが北海道や長野と合わせて全国的に押し上げて声を可視化することができるか、それによってメディアの報道も変わってきます。それによって流れが変わってきます。それを作ることができるか、これからの1週間の間最後の大きな勝負になってくると思います。そこから総選挙につなげていって、もうちょっとゆっくりした生活ができるようになるかどうかっていうのがかかっていると思うんです。ぜひ皆さん、ここからいよいよ本当に正念場だと思います。みんなで一緒に声を大きく振って広げていって、大きな力にしようじゃありませんか。どうもありがとうございます。中野浩一さん、どうもありがとうございました。それでは最後に行動提起を共同センターの木下剛さん、お願いします。皆さん、お疲れ様でした。本日の参加者は350人です。いよいよ通常国会も終盤を迎えます。まともなコロナ対策が打てない一方で、数々の悪法や憲法改悪に向けた動きが出ており、平和と民主主義を守る取り組みが一層重要な局面になっています。ぜひ一つ一つの行動を成功させ、戦いの輪を大きく広げていきましょう。それでは当面の行動を決定します。まずデジタル関心局法案に反対する議員解散前行動、明日4月20日と来週27日の火曜日のお昼12時から参議院議員解散前で行います。そして、あさって4月の21日には辺野古新基地反対、遺骨を含む土砂を使うな政府交渉みんな集会が新議員の第一議員会館地下第一会議室でとオンラインで、行われます。北上田剛さんと具志堅高松さんを迎えて行います。ぜひ予算をご参加ください。そして、4月22日木曜日、憲法審査会が今開かれていますが、今週の木曜日も審査会の後12時10分から衆議院議員面会所のでですね、現状報告のための議面集会を行います。こちらの方もぜひご参加ください。
ショックではあったんですけど、まだまだ続きます。5月3日の憲法大行動に向け、成功に向けた大統宣言が4月30日夕方5時半から有力と移動した前、そして5月3日の憲法大行動は、国会、議事堂の正門前、午後1時半から行います。こちらもぜひ多くの参加で成功させましょう。そして5月その後ですね、イメージアクションが5月の14日金曜日の6時から、こちらの有楽町糸島前、そしてその他に市民アクションの大統宣伝、こちら5月20日5時半から新宿駅西口で行います。それぞれご参加のよろしくお願いします。そして大日の19日行動は同じこの場所で6時半から行いますので、またご参照のほどよろしくお願いします。そして最後に皆さんへ一番大事なお願いがあります。今週日曜日25日は重要な選挙が各地で投票日を迎えます。衆議院北海道1区補選では松木健康候補、参議院長野補選では畑次郎候補、そして大激戦の広島参議院広島の再選挙では宮口春子候補が連日大奮闘しています。皆さんの知り合いで各地にお住まいの方がいましたら、漏れなく支持を表明いただきたいと思います。そしてこれらの選挙に勝利し、来たる5月3日の憲法大行動ではその喜びを皆さんと共に分かち合おうではありませんか。菅政権のオリンピックに固執するために、まともなコロナ対策も打てず、コロナ感染拡大が収まらない状況が続いています。秋田に対するさまざまな取り組みが行われていますが、体調が優れないとき、心配なときはくれぐれも無理しないでいただきたいと思います。そして私たち市民と野党の共闘で、今年こそまともな政権を作る、そのためにお互い頑張り合うことを確認して行動を提起といたします。皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございます。たくさんの行動がありますけれども、くれぐれも体に気をつけながら、一つ一つ成功させていきたいと思います。まずは、選挙の勝利ですね。お互い頑張り合いましょう。今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。